ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、最近コンビニアイスにハマってて、美味しそうなアイスないかなーと思って検索してたら、アイスを冷やしてある冷凍庫の中に人が入ってる写真を見たの。数年前に問題行動だと話題になってた気がするぜ。冷凍庫の中に入ろうと思う発想がやばいわよね。人気者になりたいという欲求から、異常な行動をネットに投稿する人が多いらしいぜ。こういうことをする人はその後、もちろん警察のお世話になったりするんでしょ？当時、書類送検や損害賠償、解雇はあったが、警察にお世話になるまでいかなかったと思うぜ。営業妨害や名誉毀損とかでお縄になるかと思ってたわ。でも、内容によってはお縄になるケースもあるぜ。どんなケースか知りたい。じゃあ、今回は、コンビニでお縄になったヤバい人5000を紹介するぜ。よろしくお願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するお縄になったヤバい人は、電気、棒だぜ。電気を盗んだんだなってことはわかるけど、どこから盗んで、なんでそれでお縄になるのか、全然想像できないわ。だってコンビニには充電コンセントがあるじゃない？それを使ったら悪になっちゃうってこと？それは店舗側が用意してくれているものだから問題ないんだが、ことを起こした男性は、店外のコンセントを無断で使ってたんだぜ。なんでわざわざ店外の方を使うのよ。店内の方を使ったらいいじゃない。常識の範囲外のものを使用していたから、店内でコンセントに繋ぐことができなかったんだ。何を使っていたのか全く想像できないわ。その男性が使っていたのは、炊飯器と IH ヒーターだぜ。家で使いなさいよ。この男性は家電製品という言葉を知らないのかしら。実際の写真がこれだ。ここに住んでるの？ってくらい生活感があるわね。そうだな、水や調味料、フライパンまで用意してあるからな。こんなところで何を作っていたの？男性はここで米を炊いて、おかずにソース焼きそばを作っていたんだぜ。その調理時間がなんと30分だ。絶対早炊き中に焼きそば作ってたわね。ツッコミどころはそこじゃないと思うぜ。コンビニみたいな人通りが多い場所だと、目撃者が絶対いるわよね。そうだな、目撃者はと目を疑いびっくりするほかなかったそうだぜ。そうよね、店外で料理する光景なんて普通ないもんね。その後、従業員が110番通報し、警察が駆けつけると、男性は駐車場に置いてあった自分の車に乗り込み、9時間半籠城したんだ。諦めの悪さが天下一品だわ。警察もよく根気強く待ったわね。9時間半も警察の呼びかけを無視した後、男性は突然車を発進させ逃走したんだぜ。逃げるチャンスを待つ時間、長すぎない？どうせ逃げるのなら警察が到着してすぐでしょ。約50分間も逃げ回ったが最後は渋滞に巻き込まれているところを警察に発見され、車の窓ガラスを割られてお縄になっているんだぜ。なんというか、とんだヤバい人だったわね。男性が見つかった時は、その周りに多くの警察官が駆けつけ、現場は騒然となったそうだ。コンビニの外で料理してたのが、随分大事になったわね。お縄になるまで21時間もかかっているからな。それにしてもなぜコンビニの外で料理なんてして、警察から逃げたのかしら？男性は黙秘を続けていて理由はわかってないんだ。常習性や謝る気がないと、電気の無断使用は窃盗罪で問われることもあるぜ。今回の男性のような金額的に少ないものは微罪として不起訴になることが多いようだ。警察から逃げたっていうことの方が重大なのね。ちなみに、窃盗罪となったら、懲役10年以下、または50万円以下の罰金なんだぜ。普通のことなんだけど私は家で料理するわ。次に紹介するのは、コーヒー、棒だぜ。缶コーヒーを無断で取ったって話かな？違うぜ、コンビニに置いてあるセルフ式コーヒーマシンを使った話だぜ。ことを起こした男性は、100円のセルフ式コーヒーを注文して、カップを受け取った後250円のカフェラテを注ぎ、現行犯でお縄になったんだぜ。実行しなかったけど、私もいけるんじゃないかと思ったことがあるわ。やっぱり見つかるのね。常習者だったからコンビニのオーナーにマークされていたみたいだぜ。お縄になった後は10日間も身柄を拘束されたんだ。うわぁ、たった50円をケチったばかりに、10日の拘束は重いわね。犯罪に少額も高額もないんだぜ。そうよね。他にも S サイズコーヒーを注文したお客さんが、M サイズ分のコーヒーを入れて、現行犯でお縄になっている事例もあるんだ。たった数十円の違いなら、ケチらずに正規の値段で買えばいいのにと思っちゃうわ。それでお縄になる方がくだらないもの。そうだな、見つからないと思ってやってしまうのだろうが、
セルフ式コーヒーメーカーの裏には、お客さんが何を押したかわかるランプがついているから、店員さんには大体バレているみたいだぜ。そうなんだ、知らなかったわ。それにこの手口をいつ思い立ったかで、成立する犯罪の種類が変わってくるんだ。どういうこと？購入前から違うものを注ぐつもりだった場合は、店員を騙すことになり詐欺罪が成立して、10年以下の懲役となるんだぜ。窃盗罪じゃないんだ。窃盗罪が成立するのは、購入後に違うものを注ごうと思った時だ。ちょっと思いつくタイミングが違うだけで犯罪も変わってくるのね。でも、間違って注いだ場合はどうなるの？間違ったことに気づいたが、店員に言わずその場で飲んだり、店の外へ出れば、占有離脱物横領罪となって、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となるんだぜ。タイミングによって罪が変わってくるのは初めて知ったわ。でも、正直に過ごせば何の問題もないわね。次に紹介するのは代金足りないおじいさんだぜ。そんなの足りない分を払って終わりじゃない。何の問題も起こらないわ。それが、お縄になる事態にまでことが大きくなったんだぜ。なんでよ。ことを起こしたのは80歳の男性なんだが、お酒を買うためにレジの順番待ちをしていたそうだ。だが、順番を待ちきれずイライラが抑えられなくなり、代金だけを置いて店を出ようとしたそうだが、その時に女性店員が男性を引き止め、置いた金額が足りないことを伝えたんだ。そのことに男性はさらに激怒し、女性店員の肩を手で押すなどしたんだぜ。いろいろ格好悪いしひどいおじいさんね。周りにいたお客さんが警察に通報して、駆けつけた警察官が暴行の疑いで男性をお縄にしたって話だ。話を聞いて思うことがいろいろあったわ。まず、順番待ちなさいよ。待つ時間といっても数十分もかからないじゃない。よほどお酒を早く飲みたかったか、せっかちさんのどちらかね。数分も待てない人だから今回のようなことになったんだと思うぜ。それに代金が足りないのは自分のミスじゃない。なんでそれを指摘されてさらに怒るのよ。大きい態度を取った割にはお金が足りないことを指摘されて、恥ずかしくなって逆ギレしたんじゃないかと思うぜ。それにネットでは、女性店員に声をかけられた時に、釣りはいらない、と言っていたそうだから、さらに恥ずかしくなって引き下がれなくなったんじゃないか？すべて自分が悪いんだから、素直に謝って代金を支払うべきよね。それができたら代金だけ置いて出て行ったりはしないだろう。それもそうね。でも結局このおじいさんはお縄になったことで、飲みたかったお酒が10日間も飲めない状況になって自業自得よね。これに懲りて態度を改めてくれるといいな。四つ目に紹介するのはノーマスクおじさんだぜ。マスクしないだけでお縄になるなんてこの人は何をしたの？ことを起こしたのは30代の男性で、午前1時半頃コンビニにノーマスクで立ち寄ったそうだ。そこでコンビニの店長さんからノーマスクを注意されたんだが、それは強制か？謝れ、と激怒し大声で騒ぎ出したんだぜ。このご時世マスクは当たり前じゃない。そんなことで怒って騒ぐなんて器が小さいわね。騒いだだけじゃなく、店に吊り下げられてた飛沫防止シートを跳ねのけて、店長さんに殴りかかったんだぜ。そんなに熱くなるようなことじゃないのに子供みたいな人ね。その後12分間も営業妨害を続け男性は逃走したんだ。熱が冷めてきてだんだんヤバいことしてるのに気づいて逃げたのかしら？詳細はわからないが、店側から警察を呼ぶと言われたかもしれないな。でも、逃げるくらいなら最初から騒がなければいいのにね。男性が逃げた後に、店側は警察に被害届を提出して、後日、威力業務妨害の疑いでお縄になったんだぜ。まあ、そうなるわよね。今、どの場所でも入店条件としてマスク着用が明示されてるのに、ノーマスクで入店する時点でおかしいことに気がつかないのかしら。こういう人は自分ルールで行動してると思うから、俺には関係ないと考えてたんじゃないか？信じられないわね。マスクをしないなら行かなければいいのに。ちなみに威力業務妨害は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金だぜ。それだけじゃなくて、会社からも何かしらの罰があるわよね。そうだな、その時の感情だけで動いたがために、大きな代償を支払うことになるぜ。本当にいいことなんて一つもないわ。5つ目に紹介するのはコンビニ土下座事件だぜ。どんな内容なの？これはある女が10代の娘と一緒に、バイクで走行するやんちゃ集団に参加し、そのグループがコンビニに立ち寄った時に起こったんだ。やんちゃ集団に娘と参加する母親がもうヤバいわよね。グループメンバーの一人が、空の容器に無料で水を入れるよう店長に要求し、そこで店長と口論になったんだ。さすがやんちゃ集団ね、行動が変だわ。
他のメンバーは商品を購入しようとレジに持って行ったが、店長に、お前らに商品を売る気はない、と言われたことに腹を立て口論になり、怒りが爆発した母親が、缶コーヒーをカウンター越しの店長へ投げつけたんだぜ。むちゃくちゃよね。退店後に LINE グループでトラブルを共有して、それを見た他のメンバーが、早朝から次々にコンビニに訪れ、土下座を要求したんだ。何かあればすぐ土下座を要求するあたりがやんちゃ感が出てるわね。そのやんちゃ集団とは別で、母親に片思いしていた男性がトラブルを知り、母親を助けようと、当事者でもないのにコンビニに訪れたんだぜ。母親はコンビニに迷惑をかけてる側なのに、首を突っ込む意味がわからないわ。その男は携帯で店長を撮影してたが、嫌がった店長が濡れた手で携帯を取り上げると怒り、オーナーを呼べ、と叫んだそうだ。オーナーが出勤した午前7時過ぎに母親と娘も合流して、金品が取れると考えていた男は、オーナーじゃ話にならない、もっと上の者を呼べ、と要求を上げ、エリアマネージャーが店に駆けつける事態にまでなったんだ。悪いのは店側じゃないのに、どんどん要求がエスカレートしていくわね。午前10時過ぎには、LINE を見たやんちゃ集団の幹部である会社員の男性が店に到着し、全員を連れて店のバックヤードへ直行したんだぜ。この幹部はなんで出てきたのよ、仕事してなさいよ。幹部と片思いの男と母親は、まともに会話もしたことがなく、なぜ来たのか謎だそうだ。本当になんで来たのよ。幹部の男は土下座している店長やオーナーに対し、あんたでは責任の取り方がわからないだろ、もっと上を呼べ、と要求して営業所長まで来店させたんだ。責任を取るのは要求してる側なんだけどね。そして来店した営業所長に、謝罪するときに手ぶらなのか、と要求して2万6000円相当の商品を差し出させたが、幹部自身は何も受け取らなかったそうだぜ。最後まで何しに来たのか謎ね。商品を受け取って退店したが、母親の方はまだ怒りが収まらず、知人の男に店長らを土下座させた動画を送ったんだ。このままじゃ母親は永遠に怒ったままじゃない。その知人は過去に賞味期限切れの商品を購入し、体調を崩したことで現金を受け取れたのを思い出して、自分に示談を任せるように母親に言って、営業所長の連絡先を聞いたんだぜ。餌にたかるハエを想像してしまったわ。早速、知人の男は営業所長に7度もの電話をかけ、商品と携帯代では話にならない、現金で誠意を見せろ、と要求したんだ。その後、店側は被害届を提出しているぜ。お決まりのセリフ誠意を見せろが出たわね。この話はどういう終わり方をするの？お縄になった経緯も相当なんだぜ。娘が土下座動画をネットに公開したことで大炎上して、個人情報の特定が始まったんだ。そりゃ、反感を買うのは当然よ。そしてついに個人情報特定、その情報がネットに公開されたんだぜ。個人情報が晒されていることを知った本人たちは、警察に行き、個人情報が晒されているからなんとかしろ、と言ったそうだ。そこで詳しく事情を確認したら、被害届が出ていたことに結びつき、お縄となったわけだぜ。どこまでもおまぬけさんたちね。コンビニでお縄になったヤバい人5選を紹介したがどうだった？異常行動だらけで理解できなかったわ。その中でも最後はとびきりヤバい人だったわね。一番悪質と言ってもいいかもしれないな。始まりの無料で水を入れてくれってところから非常識よね。そういう人が大体お縄になっているんだぜ。私もそういう人見かけたら即110番するわ。状況をよく理解してから110番するようにしてくれよ。じゃないと変なことに巻き込まれてしまうからな。わかったわ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。